黒川杯は、当時東京高等検察庁検事長であった黒川博士とが、賭け麻雀を行ったにもかかわらず、国家公務員法で定められている懲戒処分を受けずに訓告に終わったことを受け、東京都千代田区霞が関の検察庁前でマージャンをすることによって行われている抗議行動である。主催者は、 新基準の石を築いてくれた黒川元検事長に敬意を表して開催したものであると発表している。参加者有志が作成した黒川杯のロゴ。2020年5月21日週刊文春にて東京高等検察庁検事長黒川博士とが産経新聞の記者2人と朝日新聞の記者1人と掛け麻雀をしていたことが報道される。 法務省の川原隆刑事局長は、旧知の間で、レートは、いわゆる天品。具体的に申し上げますと、1000点を100円と、換算されるものでございまして、もちろんかけ麻雀は許されるものではありませんが、社会の実情を見ましたところ、高額と言えない、レートでしたと述べた。それに対し、国会議員、鈴木宗男は、世間では2万円までなら、 かけ麻雀をやってもセーフだなというのが国民の受け止めと国会で追求。これを揶揄して黒川基準という揶揄した言葉も生まれた。2020年5月30日、旧地の間柄のような気がした人からなる市民グループが第1回黒川杯を開催。中央合同庁舎第6号館前の歩道橋の海段下で麻雀をしようとした。しかし、それを 多くの警察官が制止し、道路交通法を根拠として、通行の妨げになると通告し、撤去を求めた。参加者らの主張としては、通行を妨げない形ならば、路上で麻雀を打つ行為は、道路交通法に違反しないという旨であったが、これに対して、警察側から、公式な発表は2020年6月5日現在、なされていない。途中からは、 警察官が参加者と朝ジャンタクの間に体をねじ込んだり、参加者を押したりなどの妨害も始めた。検察庁を前で朝ジャンタクを広げてから30分経過後もマージャンを開始できず、主催者は賭けが成立しないことを危惧した。そのため参加者らは行動でのマージャンを問題視する警察官に対して情報し、日比谷公園への移動を始めた。 警察官も参加者と共に移動し、ぶつかったら工房で逮捕だからな、などと参加者を威圧した。参加者らは、日比谷公園の健康広場で改めて朝ジャタ宅の準備を始めたが、そこでも警察官の強硬な態度は変わらず、参加者の一人は押し倒されて地面に叩きつけられた。その後、公園管理事務所職員が現れ、参加者らに、 公園内の専用はやめてほしいと撤去を求めた。警察官らも公園法で決まっていると主張。公園管理事務所職員の撤去要請と公園法を根拠に強硬な制止を続けた。一方、参加者側はこの問題は公園管理事務所と主催者との問題であり、警察に対して民事問題であり警察は介入しないように求めた。16時30分に 広場の閉園時間となり、麻雀は東3局で終了した。開始前に定められた規則、搬送で掛け成立の条件を満たさなかったため、金銭のやり取りは行われなかった。主催者は、搬送できなかったのが非常に残念。黒川さんの意思を告げずに申し訳ない。本当はかけて金をやり取りした後に反省する、つもりだったんですけど、私の力不足です。 お詫びさせていただきますとコメントしている。主催者発表によると、参加者は警察官の風貌をしたギャラリー60人程度を含め100人程度に達した。刑法第185条は、賭博をした者は50万円以下の罰金または過料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものをかけたに留まるときは、この限りでないと定めており、法務省が 黒川検事長の処分については説明したところによると1万円から2万円程度のかけごとは遊びの範囲を超えておらず一時の娯楽に供するものをかけたにとどまるときに相当するとしている一方自由民主党元幹事長の石場茂は自身のブログで大審院の判例を紹介し金銭はその高に関わらず許されないとされていますと反論した一方で 法律には過罰的違法性という考えもある。この点について、元大阪地方検察庁特別捜査部主任検事の前田恒彦は、天秤のレートで賭け麻雀をさせた、雀層経営者が賭博場外庁東り罪で起訴され、有罪判決が出たことがあることを挙げつつ、いくらまでの金銭の賭けであれば、これを書くのかという基準を示すべきだと発言した。なお、負けた者の支払いが、 本人によって行われない場合、または勝った者の利益が本人の手に渡らない場合は、賭博罪には当たらない。第1回黒川杯の開催がツイプラ上で告知された後、主にツイッター上において話題となった。町山智広など著名人による本大会の紹介の影響もあり、開催日時が公表されていない段階で、J、キャストニュースによる取材が行われるほどの注目度と、 なった。また、当日に、やや日刊カルト新聞が生中継を行い、その動画を元にした動画記録をネット上に公開している。当日には、写真週刊誌フラッシュによる直接取材や TBS 記者の取材もあり、これらは後日記事として公開されている。この件に関して、ネットメディアのみならず、TB メディアも報じる事態となった。 サンデージャポンは5月31日放映会において黒川検事長問題に絡めて黒川杯について報道しテリー伊藤が面白いねこういうマージャンはどんどんやってほしいねとコメントしたことでさらなる反響を招いた掛けマージャン黒川杯路上ダメ警察官の注意で検察庁前から 日比谷公園に移動、ゲーム途中の解散でかけ成立せず中日スポーツ、2020年5月30日、発信、2020年6月4日閲覧 ABC、祝礼と麻雀解禁、検察庁前、天品麻雀大会ツイプラ、2020年6月6日閲覧、黒川麻雀、霊とは、いわゆる天品国会で、法務省明かす、必ずしも高額とは、 ヤフーニュース。2020年6月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月4日閲覧、AB、天品麻雀解禁記念検察庁前、麻雀大会、黒川入るぽ。ニュースポストセブン。2020年6月4日閲覧、ABCDEFGHIJKL 藤倉、吉郎。検察庁前で、かけ麻雀。 黒川杯が炙り出した警察の応募。ハーバービジネス、オンライン。2020年6月4日閲覧。黒川杯総括東8番ノート2020年6月6日、閲覧。なぜ黒川市、勲告止まり内閣の責任問題回避か。西日本新聞ニュース。2020年6月4日閲覧。自民党、石橋茂氏。 黒川博士務検次長の勲告処分に、ブログで、見解、正直言って、もういい加減にしてもらいたいとの思いが募ります。スポーツ放置。2020年6月4日閲覧。試験前で天品麻雀、黒川杯を開催したら、逮捕される賭博罪の告発の行方は、ヤフーニュース。ヤフーニュース個人。2020年6月4日閲覧。 町山智博さんはツイッターを使っています。法務省刑事局の公式見解によると、天品麻雀は問題ないらしいので天品麻雀大会を公然と実施することになりました。ツイッター。2020年6月6日閲覧。かけ麻雀、黒川杯、検察庁前で実施と告知上句本気発案者に聞くと、J、キャストニュース、全文表示。 2020年6月6日閲覧。第1回天品麻雀大会。検察庁前黒川杯 YouTube。2020年6月6日閲覧。検察庁前天品麻雀大会。黒川杯第1回大会日比谷公演編。YouTube。2020年6月6日閲覧。天品なら、合法検察庁前で行われた、かけ麻雀。 2020年6月6日閲覧。黒川レートで抗議のかけ麻雀 TBS ニュース。2020年6月6日閲覧。テリー投資検察庁前で麻雀黒川杯にどんどんやってほしい。警察が止めることはおかしいヤフーニュース。2020年6月6日閲覧。ありがとうございます。